く意欲が湧いてきたぞ。私がお役に立てるのならこの力咲かせましょう。占いの通りです。覚悟してください。血肉の店いいネタをつかめそうだ。命を奪いたくはないけれどサポートします。見えました。本気でいきますよ。弱すぎる。痛いですが湧いてきたぞ。君を僕の世界に招待しよう。そして朽ち果てよ。占いの通りです。私の占いは必ず当たります。私がお役に立てるのならどうかこれで。狩りの時間だ。分かっているか。完璧な暗殺のため思いっきり高い。愉快な共演だ。準備はできてるわ。では次の問題。真実に近づくのはこいつに。これより現行犯逮捕。これより尋問に入る。では次の問題。さあ取材開始よ。この写真は弁論の準備はできてる。では次の問題。これより現行犯逮捕。さあ、取材開始よ。弁論の準備はできてる。集中しよう。真実に近づくのはこれより現行犯逮捕。無駄なあがきだったら署まで連行させてもらう。現在、チャック市役所前において、男が刃物を手に暴れる事案が入電中。通行中の女性が人質となっている模様。被疑者のデータは存在せず、
チャック市民アカウントが削除されている模様。過去のデータから検索します。発見しました。中肉中背、短髪、白髪混じりの黒髪、無色、灰色ジャンパー、青色作業ズボン、黒色。現在人工知能ネゴシエーターのアインが被疑者と交渉中。ヤン・アレックスだ。了解した。すぐに現場に向かう。ファング、状況を教えてくれ。はい、先輩。被疑者であるコウは極度の興奮状態。そのため人質は危険な状態です。はい。アインの交渉成功率は 98% と言われてますが、今はかなり苦戦しています。なぜだ。はい。そうか。コウさん、繰り返します。直ちに刃物を捨てて女性を解放してください。ふざけるな。人工知能の言うことなど二度と聞くか。刃物を捨て人質を解放し、一刻も早く自首してください。それがあなたの未来にとって最良の方法です。今自首すれば刑が軽くなる可能性は 68%。 自首しなければ14分後に強行手段を取ります。なんだって。強行手段の実行確率82% に上昇。カウントダウンを開始します。残り13分38秒。ふざけるな。この女がどうなってもいいのか。アイン、待て。俺が被疑者と話をする。ヤン刑事、それは危険です。被疑者は興奮しているため何をするか分かりません。強行手段を取ればそれこそ何をするか分からない。ですが被疑者に対する直接交渉は警察官の安全確保が困難になるため。ここは任せろ。わかりました。コウさん、俺が話を聞こう。なぜこんなことをしたんだ。ゲーム、どういうことだ。詳しく話してくれ。お前たちは何も知らないんだ。ワールドブレインが何をしているのか。あのゲームで何人も死んだ。この町は人工知能が支配している。ジョン・ドゥ、ジョン・ドゥ、ジョン・ドゥだ。分かった、信じる。本当か。ああ、本当だ。俺でよければちゃんと話を聞こう。だからまずナイフを置くんだ。分かった。ヤン刑事、彼の発言を信じてはいけません。ソウルのデータベースによれば彼には虚言癖があり。待て、落ち着くんだ。先輩。俺は悪くない、悪くないんだ。人工知能が、ジョン・ドゥが。先輩、ご苦労様です。ああ、あの男が言っていたことが気になる。ゲーム、ジョン・ドゥ、ただのたわごとなんだろうか。はい。ああ俺が守るさ。今度は必ず。いずれは警察の仕事でさえも人工知能のものになるのでしょうか。確かに、ソウルの犯罪検挙システムによって事件が瞬時に解決したという報告がある。それでもだ、俺は刑事という仕事に誇りを持っている。人々を犯罪から守るためなら命を捨てても構わない。そんな覚悟、人工知能が持てると思うか。いいえ、思いません。仕事にかける情熱、身につけた経験と技術、人工知能がどんなに進歩しても代わりが務まらないものはある。
ええ、そうですね。署からだ。何？わかった。すぐ現場に向かう。どうしたんですか？ワールドブレインに爆破予告のメールがあったそうだ。爆破予告？アンチワールドブレインの仕業ですか？その可能性はある。急いで現場に向かうぞ。はい。もしワールドブレインに何かあれば、街のインフラは一斉に止まってしまう。それだけは阻止しないと。想像もつかないような影響が出るぞ。立ち止まるな！落ち着いて逃げるんだ！爆弾はロビーのソファーの中に隠してあった。すでに爆発物処理班が到着し、爆弾の解体作業を始めている。誰か、誰かいないか？まだ建物に残っている人がいたらすぐに避難してくれ。この時間を30分以上も過ぎている。それにしてもワールドブレインの車内は相変わらずすごい。受付の人からほとんどのものがホログラフィーで、ここにいると何が現実なのかわからなくなってくる。人間がいなくても成立する社会、それがワールドブレインの目指す世界なんだろうか。アンチワールドブレインの人たちの訴えも少しはわかる気がする。待たせてしまって申し訳ない。定例の会議が長引いてしまってね。いえ、とんでもありません。お忙しい中ありがとうございます。私はサラ・アンダーソン、 AC テレビのアナウンサーです。ああ、知っているよ。テレビでよく見ている。実物の方が綺麗だね。では早速ですが、カメラを回してインタビューを始めさせていただきます。うん、手短に頼むよ。私はもたもたされるのが大嫌いなんでね。わかりました。では単刀直入に、パラディの一般公開はいつですか？うん、なるほど。ではこれを見てください。ワールドブレイン直営の病院の様子です。この患者はパラディの体験者ですね。違いますか？何を言い出すのかと思ったらバカバカしい。そうですか。ではこれを見てください。先日この病院を訪れていますね。医師と患者について話している音声データもあります。詳細はぜひ今夜のテレビ放送でご覧ください。アナウンサーの分際でいい加減にしろよ。アナウンサーの分際？
それはどういう意味ですか？アナウンサーをバカにしないでください。原稿を読むだけじゃありません。読んで伝える、それが私の仕事です。人々の心に届き、世界を動かす。私は伝えることの力を信じています。あまり怖い顔はされない方がいいと思いますが、全て撮影していますので。この音、パトカーのサイレン。すぐに避難するんだ。え？この建物に爆弾が仕掛けられた可能性がある。できるだけ早く建物から離れるんだ。いいな。爆弾だと？早く逃げないと。爆弾が仕掛けられた可能性、ワールドブレインに対して爆破予告でもあったの？現場を取材しないと。一体何が起きたんですか？詳しいことは後で説明します。今は急いで避難してください。私は AC テレビのアナウンサーです。爆破予告は誰によるものですか？話を聞かせてください。 AC テレビ、なんでマスコミがこんなところにいるんだ？アンチワールドブレインによるものですか？今爆発物処理班が解体作業中なんだ。マスコミには安全が確認されてから発表があるはずだ。とにかく建物の外に出てくれ。マスコミ発表を待っていたらスクープにはならないわ。悪いけど避難なんかしてられない。おい、そっちに行ったらダメだ。ダメと言ったらダメだ。ちょっと話して。とにかく早く避難してくれ。ごめんなさい。おい待て。捕まったら取材ができない。何としても振り切らないと。え？ぶつかっちゃう。私は掃除ロボットにぶつかり、そのまま転んでしまった。目の前には掃除ロボットが倒れている。捕まえたぞ。え？まったく、これだからマスコミは。スクープを取りたい気持ちはわかるが、本当に危険なんだ。でも。わかった。騒動が収まったらあんたに情報を渡す。それでここは納得してくれ。わかったわ。私は連絡先を渡して AC テレビに戻った。チェン副社長の取材映像を確認する前にやらなければいけないことがあるのだ。チェン副社長の様子で確信した。間違いなく危険はあるけど、事件の真相がつかめるに違いない。
署まで連行させてもらう。の出番だな。よい、アクション。このシチュエーション、アニメで見た。空気の残量チェック、オッケー。マーメイドストーピード。やめろ。ついてきな。一気に行くぜ。狙ったゴールは張ったない。私の最高傑作を見せてやろう。まるで B 級映画だな。オペを開始する。今だ。フレンチの流儀を見せてあげる。いらっしゃいませ、シェイクイッチ。癖が強そうだな。ドクターキラー登場。 400cc輸血開始。さあ、最高の料理を披露してあげるわ。お客様、ご注文のケーキが出来上がりました。寂しくなんかないよ、僕がついてるから。ああ、
サクッと行くぞ。サクッと片付けてやる。ドクターキラー登場。いいか、地獄の底でも俺は救いに行く。たとえ力ずくでもお前を連れ戻す。俺は常に 100% を目指す。